ジュビロ磐田対鹿島アントラーズの試合をお送りいたします。さあファーストハーフが始まります。ここまでのボール支配率はジュビロ磐田 35% 鹿島アントラーズ 65%、 ボール支配率に差が出てきました。アントラーズ敵を圧倒しています。ここまでの得点です。得点は0対0。後半戦キックオフ、出た。ここまでのボール支配率はジュビロ磐田 38%、 鹿島アントラーズ 62%。 鹿島アントラーズまだ時間は残っています。よし、前半戦のダイジェストです。まずはこの画面から。前半20分、悪くないですね。ただいまのシーン別の角度からご覧ください。そしてこの場面です。後半3分、攻撃陣としては辛いところですね。今のプレー違う角度からご覧いただきます。後半14分、一人でも集中力を欠くと危険ですよ。さあもう一度見てみましょう。ではこれはいかがでしょう。後半26分、ヘディング。今のシーン別の角度から見てみましょう。続いて後半39分、もったいないですね。ただいまのシュート別の角度から見てみましょう。